はい、スタートですけども、まずは、2番のモラエス選手ですね。モラエス選手がスタートを取りました。そしてその後ろに、清水選手ですね。はい、清水選手の後ろには、短期で、渡辺和成選手、そして、短期の3人が真ん中ですね。4番の稲垣選手ですね。そして9番の、柴崎選手、この3人が真ん中に入る形になって、最後方に3番の渡辺裕太選手、そして、8番の内藤秀久選手まで続いた2社ですね。難関2社です。このレースも超細切れということで、2-2-2-1-1-1という感じなんですけども、珍しい、レースですよね、この細切れというのも。この中で誰が先行するのかということなんですけども、やはり、SQS 班でね、やはりここは調子も見てみたい清水選手、そしてモロハイス選手をつけている、5番の鈴木瑠衣選手、先日の別府でもね、サバナイトフェスティバルで、活躍しました渡辺裕太選手、どのラインがまず先行なのかなというところなんですけども、まあ、ここは、ラインがあるから先行ということもね、まあ、考えてはいるんですけども、やはりここ、ね、短期の選手の中にもいたということですよね。先行したいという選手がね、はい、まあ、このレースの中で素晴らしいなと思ったのは、短期の選手それぞれがやはりレースを見て構えるのではなく、そう、はい、自分でレースを作りに行ったというかね、仕掛けていったというところが、はい、まあ、やっぱりその初日だから、ある程度自分のコンディションを確かめるっていうのもあるし、そうなんですよね、渡辺和成だって短期なのに先行しに行ったしね、そうですね、うん、はい、ああいうところがやっぱりさすがだなと思いますよね、うん、これ何も動かなかったら何もね、分からないまま明日を迎えることになってしまうので、そうだ、周回しただけではね、そうですよね、うん、はい、後方から残り2周で3番の渡辺裕太選手が抑えに来ました。はい、前で待っていた鈴木瑠衣選手は諸橋選手を連れているんですけども、一回ここでね、中断を取りに行きましたね。そうで、柴崎選手がインを切ったところを、1番の清水宏斗選手が先行体制、と思ったら、ここを7番の渡辺和成選手が多分こう入れないなと思ったんでしょうね。そう、でもその時後ろからね、鈴木瑠衣仕掛けてるんですよね。来てるんですよね。だからここも素晴らしい瑠衣選手の仕掛け方ですよね。諸橋選手もぴったりとついています。はい、ここがまた、渡辺和成選手の素晴らしいところで、この踏み直し、鈴木瑠衣選手を合わせてしまう、そして、そこを清水宏斗選手が内側からね、並走になってしまうんですけども、9番の柴崎選手も仕掛ける、大外渡辺裕太選手も仕掛ける、ここの内を冷静に清水宏斗選手が、救いながら、1着ゴール、そして、難関勢3番の渡辺裕太選手、そして8番の内藤秀久選手まで突っ込んできて、素晴らしいレースになりましたね。いやね、見てても面白いね、はい、レースだったですよね。うん、やっぱりこれだけね、短期の選手がみんな自力だから、そう、見応えがありますね、やっぱりね、うん、これだけ動いてもらえると、ね、そう、はい、なんかボーッと走ってるとね、いつの間にか後ろになっちゃうみたいなね。そうですね、そういう選手がいるとちょっと残念なんですけど、やっぱり今日のレースっていうのは全員が頑張ったレースなので、うん、やっぱり見応えありますよね、うん、素晴らしかったと思うね、はい、まあ、これで清水も、まあ、さすがにね、うん、唯一の SS なんで、はい、その存在感は示したし、そうですね、ね、明日からまたね、人気を背負いながら走らなきゃいけないと思うんだけども、はい、まあ、本人やっぱ少しはね、手応えみたいなものは感じたんじゃないかと。そうですね、一回叩き行った時点でありましたよね、うん、思うよね、はい、はい。